いいものを持ってきました。じゃじゃん。おお。アンサンブルがありますね。そう。ベース。ベースに耳コピしたい時とき。めっちゃ踊りますね。そうそうそう。試し引き。はい、こんにちは。こんにちは。ということで今日も試し引きしていこうと思うんですけども、まずこちらの方どなたかと知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、今日はですねゲストにお越しいただいたというあのお招き預かりまして、来ていただきました。お邪魔しておりますけども、はい、どうぞ。皆様こんにちは。ギター講師の豊川裕也です。豊川くんでーす。どうも初めまして。豊川くんって呼んでますけども、どういう関係かというとですね。はい。専門学校時代の。そうなんですよね。友人というか、もう1年先輩で。大先輩です。大先輩じゃない。いや、もうあの、僕らの頃の同級生はもうみんな憧れてる、ね。いやいや、とんでもない。矢口さんは本当に。いや、でも本当に仲良くね、させていただいて、ロビーでね、いつも遊んでたメンバーっていう。そうですね。ギターで遊んで。いや、すげえってみんな。めっちゃ久しぶりじゃないですか。久しぶりですよね、本当に。何年ぶりかっていう。何年ぶりだろう。ちょっと感慨深いものがありますよね。YouTube で見てて、いや、活躍してるなと、素晴らしいなと思ってですね、今日ね、ちょっとコラボさせていただこうと。はい、よろしくお願いします。ね、概要欄にはね、豊川くんのチャンネルも書いてあります。ぜひチェックして、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ね、うん、そうそう、ギター講師として、もう活動されてて、まあ、僕もね、ギター講師として長いことやってるんですけど、こうギターを、まあ、教えるにあたって、いろいろこう、なんていうかノウハウがあったりすると思うんですね。ですよね。でここでギターをこう習得するにあたってこう秘訣、これやってればとか、これに気をつけてれば上達ぐんぐんですよっていうのをいろいろこう ね, そうですね、出し合えればこれ有益な動画になるんじゃないかなと思って、そういうお話をねしたいなと思ってるけど、まあね、ちょっと僕もねいろいろこう考えてきたんですけど、まずあの環境が大事なんだよ。環境大事ですよね、うん、すごいわかります。もちろんいろんなねその教則があったりとかするんですけど、触んないとそう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 、触んないといけないぞと。だからギターがねここにあると、まあこうねお仕事してパッとねこれにですねギターケース出して、でそこでこうケーブルつないで、ああ弦がちょっと緩んでるなとかやってたら、もうそこでもう休憩時間が嫌になっちゃいますよね。嫌になっちゃうんでチューナーが見つからないとかね結構ありますよね。パッと思ってパッと弾けるっていう、そういう環境作りが大事なんじゃないかなと思って、結構気をつけてます、そういうの。そうですね、僕も結構環境作り大事だと思ってて、ちょうどあの今年の初めにそういう感じの動画を上げたんですよ。あ、本当に。練習が長続きにしない人さすがです、もうすでに出してるっていうのを出して、その時に言ったんですけど、本当にあのギターがすぐ弾けるスペースを作っていくといいなと思うんですよね。ギターエリアね。そう、ギターエリアが全部中断置いてあってね。 そこは多分あの家族の人の理解とかも大切なところだと思うんですが、今年は絶対1年間ギターを弾き続けたいなってこう強い思いを伝えていただいて。大事ですか、そうですね、僕の人生大事なんでっていうね、そういうちょっとこう僕もそうなんですよ、あの筋トレとかあの、こう長続きするためにあそこにずっと置いてあるんですよ。あ、そう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 いうの大事で、そう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 、あのなあれがなくなると多分もうやめちゃうんですよ、ね、でさらにそのギターがね、はい、弾きやすいかどうか大事。あ、これレッスンやってるとすごいあると思うんですけど、あります、あります、生徒さんのやつちょっと貸してってこう借りるじゃないですか、うわーみたいな。ああ、あります、あります。こうやってこうチェックして養成ギブスですかみたいな、原稿バッと500円でも入るけどこれっつってそんな程度じゃなくて、こう弓なりになってるやつがあったりとか。あ、やばいですねそれは、うん、まあ、そういうセッティングもあるかもしれないけど、それ意図的じゃないでしょうと。そうですね、これちゃんとこうねトラスロッドっていうのがあってねっていう、まあ僕らねこうセッティングされたやつだったりするとこう、ね、適正な原稿でしっかりビビらずでも弾きやすい原稿でっていうような状態をできているので、まあそういう、まあ、ナットの高さとかもあるかな、フレットがちゃんと新しいかとかもある、ね、まあ、そういうのをちゃんとしていただくと心地よく練習して、弦のコンディションとかそうグイングイン、あとはここ滑りとかも結構重要ですよね。あ、そうですね、僕もよくスプレーでこう毎回やっぱり、やっぱりあの最近よく動画で見てますけど、これパシフィカ、パシフィカです、パシフィカめっちゃ弾きやすいですね、これ弾きやすい。だからこういうね自分に合ったギター探すっていうのも大事かなと。そうですね、思いますね、本当に大事ですよね、あと僕もちょっとばかり言ってあれですけど、はい、あのこう弾いてるでしょ、で例えばドレミファソラシドって弾くじゃないですか、これを練習してるとドレミファソラシドでシドのとこ一番間違えると、うん、なった時にもうみんなこう大体ドレミファソラシドドレミファソラシド全部それ弾いちゃうんですけど、まずシドやってからやれとか、
要するにそのコントロールというかコーチング、うんうん、自分をコーチングするの大事かなと思うんです。そういうのはありません？いやその話本当にそうだと思って、うん、特にあの難しいフレーズを弾くときに必ず言ってることがあって、うん、はいはい、例えばあのスモークオンザウォーターのフレーズ、はい、これ結構難しいフレーズなんですよね、はい、このフレーズを結構弾けない人って、うん、ひとまとまりとして考えてるんですよね。あ、これって実はあのパズルのピースピースで分かれてて、うんうん、それをこう組み合わせたフレーズなんですけど、例えばあの最初の、まあ、ペンタトニックの一番、はいはいはい、よくあるね、よくある伝統的な。でこの後がアップから始まる3ノートパーストリングがあるんですよ、うん、確かに。でこの後にこうフィンガリングがチェンジするところです。そこね、ちょっと指移動が必要。小指にこうで最後に3ノートパーストリング、ダウンからの3ノートパーストリングがあるんですよ、うん、これなんですよ、はいはい、でこれがひとまとまりになってこういうフレーズになってるんですよ、ね、でその時に僕が必ずおすすめしてるのはですね、ジャジャンプラーのこれなんだ上にポンと置くと、うん、あの上の数字の分が自動的にタイマーかかるってやつがあるんですよね。すげえ便利。これなんか見たことある。こういう風に要するにそのブロックごとに例えば3分とか決めて、そう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 、タイマーが鳴るまでずっとひたすら部活やってたでしょ。あ、部活バスケそういうことですけど、部活とかスポーツとか一緒なんですよね、はい、そうですね、うん、そう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 、スポーツやってた人ね上手くなりやすい、うん、ああ、うん、そういうのがあるかもしれないですね、うん、か体の使い方とか、うんうんうん、自分のこう成長曲線とか、うんうん、なんかそういうのもね分かってるからそれですよ ね、 そ、 うですね、それかもしれないですね、うん、であのテンポはよくあの必ずゆっくりから練習した方がいいって言われるんですけど、うんうん、僕は両方速いテンポとゆっくりのテンポ両方やった方がいいと思うんですよ。基本的な作り方はゆっくりから作って、うん、で早い時ってやっぱり動かす筋肉が変わってくるんで、うん、例えばあのゆっくりのテンポを3分やったら、うん、次は必ずギリギリ弾ける早いテンポに行って、うん、そうなんですよね。さすがですね。それでだん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 こう自分が弾けなかったフレーズが弾けてくるんですよね。そうなんです。だから歩く練習と走る練習違うんですよね。そう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 ですね。いい例えです。そうそうそう。だからそうそうそう。褒め合いになってる。そう大事なんですよ。大事なんですよ。うん、だからそれどっちもやんなきゃいけないっていう、そうやって弾いてるとさっきのあのドレミファソラシドの話じゃないですけど、うん、弾けない部分が出てくるんですよね、うん、弾けない部分が出てきたらまたそこを分解して、うんうん、ひたすらその繰り返しで繰り返しですね、するもので練習ってねこうなりますから。そうですね、ここの時にどうこうね、ステップアップなんですよね。そう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 、スロープアップじゃなくてステップアップしてる、うん、確かに確かに。まだまだなんかありそうだな、なんかそういう方、そうですね、持ってそうですね。あの僕が普段から心がけてる練習の仕方なんですよね、うん、僕はですね、あの集中力の温存をするっていうのを結構心がけてまして、まあ要はながら練習をする部分と、はいはいはい、まあ、集中練習をする超集中する部分を分けてるんですよ、うん、あ、分けるんだ。分けるんですよ。あの練習って例えばあの2時間練習1日にできるとして、はい、2時間ぶっ通して集中練習って結構きつくないですか。そうですね、きついですよね。無理例えば筋トレみたいな練習ってあると思うんですよ。こう、うん、思考停止でできるような練習、反射というかね。じゃあそういうのは割とながらだったり、ね、ちょっと本読みながらでもいいんだ。そうそうそう、僕とか結構 Kindle とかこう読みながら、先生によってはこうながら練習は禁止みたいな。 そうそうそう、ありますけどね。ありますけど、やっていいんだよと、うん、僕はあんまり現実的じゃないと思いますね、うん、あの練習がつまんなくなっちゃうのが一番良くないと思って、ね、まあ、こう生活の中でね、うん、リラックスしながらできるっていうのが一番ですから。 その代わりにですね、あの超集中するべき練習は超集中するべきだと思ってて、はい、全集中の呼吸でいろんな練習もあると思って、ね、例えばどんな練習ですか。例えばですね、あのバッキングトラックに合わせて弾いたりする練習とか、うんうん、そういう練習をするときとかは最初にまずイメージするんですよ、うん、3分間がこう今からステージなんで、こう目つぶってイメージするんですよ。客電がこう、そう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 で今日はホールからみたいなとか、いいですね、今日はどこどこのライブハウス。いや本当そう、なんか1万人の客席をイメージした時と、うん、部屋の中でただただ弾いてる時の、うん、そうそうそう、違うんですよ。感覚も心拍数も違うと、うん、そうそうそう、音の責任感とか出てくるじゃないですか。全然違うんですよね、うん、僕生徒さんによく言うのは、そうそうそう、あの全人類の命がかかってると今のこのメジャースケール間違えたらこれ地球滅びるんで、やべえやべえ宇宙人攻めてきてるみたいな、ドアクローズマイアイズ、そうアルマゲドンイメージしてくれてたらみんなねって
こう入り込むことが必要だ、うんうんうん、その時にながら練習の時に無駄に使わなかった集中力をそこでぶち込むんですよね、うん、なるほどね、うん、1時間あったらやっぱり1時間ぐらいはながら練習してもいいけど、そうそう、1時間はやっぱり超集中して練習するのが大事かな、うんうんうん、で今の大事なのはその儀式があるってことですね。あ、そうですね、その儀式とかも大事ですね。入り込む、いきなり集中しろって言われても難しいと、うん、あ、難しいですね。でこうステージを意識するっていうのはスイッチそうですね、うん、があるっていうことなので、そのスイッチ作るっていうのは答えてみたりとかもいいし、なんかちょっと部屋暗くしてもいいかもしれないし、そうですね、あとは好きなミュージシャンの曲とかをすごいいい音響で聴いたりとか、はいはい、してもいいかもしれないですね。いいかもしれないですね、うん、でもまだね、はい、持ってると思います。あ、もう一つ聞いていいですか、なんかあれですか。あります、あります。なんですか、ね、あの上手くなる人って、うん、やっぱりとにかく真似しますよ、ね、まあ、ブルースの基本を教えてる時とかに、うん、まあ、こういうフレーズがあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれ先生今ジョーキングの時になんかバリバリって落としたんですけど、バリバリ何ですかみたいなこれチョップっていうかね、あ、これはですね、うん、あのチョップと言ってみたいなことを、まあ、教えるんですよ、うんうん、そっくりそのままこう入れてくれるから、こっち教えてる方も楽ですよね、うん、そうですね、もうあの教えがいがあるし、どん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 上手くなりますよ、ね、うん、歩くのを説明するとして、例えば右手出す時に左手を出してですねなんて説明したらそうそうそうもうカチカチなる頭をこうツイートでつってる感じねとか感覚で捉えてくれるとこっちもすごい楽っていうか、そうですね、レッスン中にセッションをしたりする、はいはいはい、する時があるんですけど、うんうん、まあ、そういうのを結構録音して帰る生徒さんがいますね。あ、まあ、僕は録音推奨してるんですけど、うんうん、で次のレッスンの時とかに、うん、僕がその時弾いてたフレーズを耳コピーして弾いてくるんですよ、うん、うわそれ俺の俺のだよなすげえ俺より上手いそうか、耳コピー大事ですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でその話で言うとやっぱ音楽をよりよく聞くっていうのは、聞くっていうのはすごい大事ですよね。聞くのはめちゃくちゃ大事ですね、うん、これは僕たちが尊敬する大師匠、うん、竹中師匠、竹中師匠、聞く経験値と聞く経験値は同じぐらい大事だと僕はよく言われてました。素晴らしい師匠お前は聞く経験値は多いけど聞く経験値が足りてないって僕はよく言われましたねもっと聞けばそう、もっと聞けそうか、それで、はい、実現するためには手軽にいい音で聞くってい う, そう関係必要ですよね。絶対必要ですね。それを叶えるですね、おアイテム、いいものを今日は持ってきました。と今日の裏の本題こちらです、じゃじゃん。お、はい、こちらね、新製品です。アンカーのサウンドコアリバティ4ってやつ。これ見たことないですか？これちょっと見てください。ああ、僕初めて見ましたね。これね、昨今 YouTube でガンガンこう紹介されてて、もういろんな人がベタ褒めしてたんですよ。そうなんですか？で、僕も気になって、なんかこうもうこれさえあればみたいなこと言ってたから、いや嘘だろうと思って聞いてみたらめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいですよ、まあ、いわゆるこれワイヤレスイヤホンってやつで、持ってます、ワイヤレスイヤホン。僕も持ってたんですけど、なんかいまいちだったんですよ、僕が持ってたやつ。でコスパもすっげえいいんですよね。あ、そうなんですね、うん、だからちょっとねこれね紹介できないかなと。うん、でこれがですね、スカイブルーかな、うん、でこれクラウドホワイトでワインレッドみたいなのがありまして、ちょっと持てないんだけど、あ、持ちましょう。これいろいろ新色もあって、おしゃれになったんで、おしゃれですね。ちょっとそれつけてもいってもらっていいですか。はい、うん、あ、そうじゃなくてね、これね、シュイン、おーちょっとかっこいい、かっこいい、光るのかっこいい、光るんですよめっちゃ光る、うん、もう引っ掛けるだけ、そのままスポン、おー、どう、めっちゃ調子いいっすわ調子ちょっとピコンってなった、ピコンになりました、うん、へー。で、例えばですけど音鳴らしてみますね、はい、なんだどうですか、いい感じ、超いいっすよ、いい感じ超いい感じ、いい、すごいいい感じなんですよ。でちょっとね、おすすめポイント説明していきますんで、はい、僕ちょっとまとめてきたんで真面目でしょ真面目 でまずね、なんといっても音がいい、うん、音がいいってなんだよと、音いいですね、うん、本当にレンジが広いんですよ。だから低域から高域までズバンと聞こえるので、やっぱもうベースとかやっぱ聞きにくいと全然盛り上がらないでしょ、うん、そうですね、なんか乗れないじゃないですか。で上の方がちゃんと聞こえると、その楽器のなんていうの、タッチの部分とか、なんか繊細な部分が聞こえるので、その部分がちゃんと出てるっていう。あとね、定位感、右からこうねカッティングが聞こえるとか、こっちアルペジオとか、うんうん、こう手に取るように、これはわかるんです。なんかわかりますね、今聞いた感じ。そう、一発目からあのベースがクリアに聞こえたから、
そう、なんかガツンと乗れる団子になってるやつあるから、はい、そうじゃないんだって、うん、その辺のね音がいいって話なんですね。でこの音がいいよかったらどうなるかっていうと耳コピしやすいですよ。あ、耳コピしやすいですよね、うん。まあ、コードとかもやっぱりベースから取ったりとか、ノリもやっぱりベース、バス、ドラ、そこって結構重要じゃないですか。そこがちゃんと把握できてないとその曲が理解できないですよね。手に取るように、うん、こっちの右のカッティングだけ取りたいって言ったらここが分かるみたいな、うん、タッチまで分かりますもんね。そういう音の良さがまずおすすめポイントですね。その次がですね 3D オーディオ。お、知ってます 3D オーディオ。いや、なんかよくわかんないですね。よく似た言葉よく聞くと思うんですけど、うん、映画館とかなんて、ね、あ、なんかそんなね 3D ですよ。まあ、要するに2ミックスじゃないですか、うん、僕らの音楽でももう 3D ですよ。空間がでどういうことなのかっていうのをちょっとね、はい、聞いていただこうと思うんですけど、今からちょっと音楽流しますけど、ちょっとね首振ってもらったりするとわかりやすいから、はい、じゃあ流しますね。ここですね、ここを押して 3D オーディオ、ここ今固定になってるんですね。ほう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 。でちょっと振ってで、ヘッドトラッキングこれしますと、おお。あ、すげえ。ヘッドトラッキングがあるからこう、ね、なんかその場にいるかのようなですね。ここにアンサンブルがありますね。そう、なんかこうバンドがいるかのような感じ、リアリティというか、臨場感というか、そういうのがあるんですよね。で、あの映画もネットフリックスとか、あのプライムとか、それも対応してますんで、没入感がですね得られるんじゃないかなと。で、次がですね、はい、あのノイキャン、ノイキャンのなんかヘッドホンとか持ってます？ノイキャン持ってないんですよ、うん、でも電車とか乗ると、うん、もう地下鉄とかもううわーってなって、もう、あー、そうですよね、なんか結構ガーッと音量上げちゃうと思うんですけど、ミュージシャン、僕ら耳が命なんでこんなガンガン上げた音楽聴いてると耳やられちゃう可能性あるんですよね。そこでノイズキャンセリング、これね今こうなってますよ。今標準、まあこれ外部取り込みモードとノイズキャンセリングになるんですけど、まあちょっと外部取り込みモード一回してみましょうか、これ、はい、はい、どうですか。あ、めっちゃよく聞こえる外の。例えばあのコンビニとか行ってね、こうレジのお姉さんとこう喋る時に会話もすぐできる、でこれ標準、これ何もなしで、このノイズキャンセルどうなるかちょっとやってみましょう。ここまああんまりあの環境ノイズないけど、どうですか。あ、めっちゃ聞こえなくなりますまあ喋り声は聞こえるぐらいだけど、そうですね、喋る声は聞こえるけど、他のなんだろう、空調の音とか全く聞こえないですね。そう、これがねいいんですよ、これやると音楽スッと入ってくるから、音量上げなくてもいいんですよね。そうですね、そうすると耳疲れないっていうので、ミュージシャン特にねこれ大事だと思いますね、大事ですね、耳を、周囲の雑音のこのレベルで自動的にオンになるらしいんですよ。あ、そうなんですか、それめちゃくちゃ便利じゃないですか。ちょっと未来ですよね。未来だ。そう、こっちここでも調整できるけど、こっちあの勝手にやってくれるっていう、すごいですね。まだありまして、おすすめポイント、つけやすい、やっぱりさっきもねつけていただいたと思うんですけど、これちょっと取ってもらっていいですか。はい、イヤーチップ、ここがです、新開発の2層構造になってまして、クラウドコンフォートイヤーチップと、なんかかっこいいな、なんか雲のような心地よいイヤーチップということなんですけど、パッとつけてもこう異物感ないですよね。ないですね、なんか自然とつけれてた感じはありますね、そこがちょっとね僕もびっくりしたんですけど、やっぱつけてて気持ち悪いと手軽さがないというか、まあなんかこういうこうやったりするのももう嫌だっていうなんかつけて寝るのがいいっすよね、やっぱりそれこそ飛行機の中とか耳栓代わりにしてもいいし、最高だな、そういう意味だと。で、あとちっちゃいのと中くらいのと大きいのが入ってるから、その各自の耳の、僕ねこっちが大きくてこっちちっちゃかったりするんですよ。ああ、そうなんですね、だからその辺とかもね調整しやすいと思うんですよ。これすごい、まだありますよ。次はですね、これアプリの音質調整、これがすごいです。ちょっとね、まあ、つけてもらっていいですか、はい、またまずねこちらのサウンドエフェクト、これねヒアー ID っていうのがあるんですけど、これは自分のこう好みの音色をこう選んでいったり、
なんかここ聞こえる、あそこ聞こえる、まあ音出してくれるんですね。でここ聞こえる、あそこ聞こえるってやっていくと自分好みの調整、チューニングをしてくれるんですよ。へー、うん、で最後にデフォルトとそのチューニングしたやつ聞かせてくれて、聞いてみたら圧倒的にチューニングされた方が聞きやすい。で自分にとって聞きやすい調整をこう自動でやってくれるって感じ。すごいですね、そんなまであるんだ、うん、それがヒアアイリー、まあ、そういうのもできる、うんうんうん、まあちょっとね、あと言うとここ僕はこういう状態になってます人によるんでしょうね、うんうんうん、でもちろんあのプリセットでね、いろんなこういうアコースティックとかベースブースターとかいろいろあるんですけど、ちょっと音楽流しながら、例えばこれね、おお持ち上がった、ベースが、うん、ベースリデューサー、あーあっさり、あベースがあっさりとかね、あはははははこういうどん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 変えてくれるという、あ、うん、まあ、もちろんプリセットもあるんですけど、こちらカスタム EQ、 あ自分でもいじれるんだ、ぐわーって、あめっちゃズンズンくれベース耳コピしたい時とか、あでこう上のね、まあちょっと質感をストロークがめっちゃ聞こえるんです例えばこうカッティングのやつ撮りたい時は、うん、もしかしたらこうかもしれないなとかね、調整できるっていう、あーいいっすね、うん、だこれなかなか面白いでしょ、うん、これ耳コピめっちゃ分かりますねそうそうそう、だこの辺がね結構いいんじゃないかなと、ミュージシャンにとっても、うん、でさらにですね、まだあるんですよ、ほう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 、ヘルスモニタリング、ヘルスモニタリングヘルスモニタリングっていうのは健康管理ってことですねマジっすか、イヤホンが、まあ、どういうことができるかというと、まずね心拍、心拍モニタリングと、あとストレスチェック、あと姿勢、でワークアウト機能があるってことなんですけど、ちょっと分かりやすい心拍数見てみましょうか、うん、これね今パーって出てますね、これ99、ちょっと高めです若干そうっすね、ま、そうステージ前とかね、うん、ちょっとこれでイヤホンが良すぎて心拍上がっちゃいましたねちょっと俺緊張してんだとか分かる可能性もあると、うん、でストレスがこうだとかね、うん、ちょっと緊張してるみたいなね、あそうっすね、あこういうの出るんだ、えすげえ、すごいね、すげえ、最近のイヤホンってこんなできるんですね、うん、そう衝撃なんですすごいですよ、だからこの辺まだね僕も活用できてないんですけど、こういうのもできるという、面白いでしょ、面白いですね、うん、はい、でねもうこれあとその再生の時間、要するにこの充電がどんぐらい持つのかっていうところすごくて9時間いけるんですよ、あこの状態で9時間いけます、へで要するにこれ込みで言うと28時間いけるんですよ、すげえもうつけてそのままひとたびもうつければもうそれでいけちゃう、うん、充電器なくても OK なんですね、 OK、うん、再生しっぱなしってことないと思うけど、まあないっすねそれでもいけるからすごいですよね、でまあなんでかっていうとこれね充電器で有名なアンカーさんの傘下、うん、のサウンドコアというブランドなんですよ、あそうなんですね、うん、そういうこともあって保証もね素晴らしいですよ保証がねこれね確かもともと18ヶ月これ登録すると2年間いる24ヶ月、あそうなんですか、大体これ安いやつでいつ壊れるかなってビクビクしながら使ってません、うん、みんな、うん、そうですねでも2年間いけたら、はい、もう大丈夫でしょ、余裕でしょその頃にもう最悪、まあ、新製品出てるし、そうですね新しいの出てますよね間違いない、うん、まあでもそれでも使えるとは思いますけどね、うん、っていう僕はちょっと欲しいですねあとまあ値段もねさっきも言ったちょっとお安くなってるんで、さらにねこう概要欄見ていただくとまたお得な情報もあるんで、ぜひねちょっと検討してみてください、これかなり大げさじゃなくておすすめなんで、ぜひね皆さんチェックしていただければと思います。これはサウンドはリバティ4もう一回言うとリバティ4これね、まあ、こういうのがあったらこう音楽聴くでしょ、やっぱりなんか嬉しくなるし、そうですね、やっぱ音質がいいと楽しいですよね、何聴いても、そうそう、でね、まあ、これで、ね、なんか聴きたいアーティストとかいます、なんか最近こうハマってるギタリストとか、あ最近ハマってるギタリストですか、うん、僕は結構ロイジブっていうギタリストが好き、ロイジブってロイジブ、ロイジブですね、はい、再生音量どうですか、でかいっす、あいい感じ、いい音、いい音ですか、ギターの
ミュージックマン使ってる。あ、そうですね。何、どこの人だろうね。どこの人ですかね。僕、うん、めっちゃこの人の音好きで、こういう音出したいんですよね。あ、なんでこういう音が出したいんですよね。めっちゃ好きで。そうなんですよ、そうなんですよ。わかるわかる。あ、綺麗な音の人ですね。こう艶やかで、なんかクリーンで。これですね、はい、これで聞くわけですよ。あ、たまりませんね。それはそういうことだ。それはいいな。まあね、あだこうだ言ってますけども、音楽をこうやって楽しむという、ということですね。ですね。音楽楽しんでいただくと自動的にこうぐん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 、間違いないですね、上達しますんで、皆さんも精進していただけたらなと思います。思います。今日非常に楽しかったです。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。はい、でゆうやくんの、チャンネルもね、概要欄にありますんで、よろしくお願いします。ぜひそちらもチェックしてください。ぜひぜひよろしくお願いします。そしてリバティボー、こちらもチェックしてください。僕も買いました。めっちゃ良かったです。いや、これも持っといた方がいいかも。はい、ということでありがとうございました。またね。じゃあね、バイバーイ。